援軍よりミサイルが発射されました。着弾まで10秒。すべて迎撃された。遠距離砲撃は無力。リープラは依然として地球へ移動中。阻止限界点到達まで時間がないぞ。機体で接近させて直接攻撃を行う。全機リーブラへ向かえ。エンジンブロックの破壊はあなたがするのよ。他の機体はリーブラ周辺の敵を掃討しろ。エンジンブロックは全部で4つだ。頼んだぞ。阻止限界点の到達前に破壊して。推進すれば地球大気圏への突入は間違いありません。北半球大陸部激突の可能性は 69%。 この時の解放エネルギーは推定約6000メガトンです。地球に落ちれば季節が止まり長い冬が訪れる。地球は死の星になってしまう。エンジンブロックの破壊を確認。こちらに接近中の機影を確認。君たちは何のために戦っている。大義か、それとも正義か。ゼクス、歴史の必然や大義などとは別のベクトルを突き進む。それが戦闘のプロフェッショナルというものだ。この私、ゼクス・マーキスもな。
完全平和のために必要なものがもう一つあった。人を思いやり、理解してやる強い心だ。そうでなければ、生きる資格はないということか。ならば私は、どこまでも生き抜いてみせる。だが、厳しく、戦士としてな。侵入を確認しました。包囲網は万全だ。迎撃に当たってくれ。敵はジャミング機能を持つタイプの模様。ロック機能を無効化するぞ。作戦区域に設置された機雷をうまく使ってくれ。機雷を爆発させて敵をうまく巻き込むのよ。
入力完了。そっちに機雷を送る。うまく使ってくれ。機雷を爆発させて敵をうまく巻き込むのよ。第二部隊は第三方面に展開中。配置データ入力完了。そっちに機雷を送る。うまく使ってくれ。機雷を爆発させて敵をうまく巻き込むのよ。
了。そっちに機雷を送る。うまく使ってくれ。機雷を爆発させて敵をうまく巻き込むのよ。
配置データ入力完了。そっちに機雷を送る。うまく使ってくれ。機雷を爆発させて敵をうまく巻き込むのよ。
データ入力完了。そっちに機雷を送る。うまく使ってくれ。機雷を爆発させて敵をうまく巻き込むのよ。
反応全て消えました。被害は？戦闘でコロニーは相当のダメージを受けました。こんなことではスペースノイドの反感を買うだけだと分からないのか。